交代結び目とは、位相機科学の一分野である結び目理論において、成分が交点の上下を交互に通るような遮影図を持つ結び目のこと。絡み目の場合は、交代絡み目という。交代結び目を含んだより広い概念である交互結び目とは異なるが、アルターネティングノットに対して交互結び目という訳語が振られることもある。結び目の遮影図において、 下の三様結び目の遮影図のように、成分が交点の上下を交互に通るような遮影図を交代遮影図、または交代図式という。絡み目の遮影図の場合は、各成分について交点の上下を交互に通っていれば、交代遮影図という。交点が一つもないような遮影図も交代遮影図と考える。交代遮影図でない遮影図は非交代遮影図という。 交代者 A 図を持つ結び目は交代結び目といい、非交代者 A 図しか持たない結び目は非交代結び目という。例えば3葉結び目や八のあざ結び目は交代結び目であり、ホワイトヘッド絡み目やホップ絡み目は交代絡み目である。交点数が比較的少ない結び目は交代結び目であることが多い。 例えば、交点数7以下の元な結び目は全て交代結び目で、交点数が最も少ない元の非交代結び目は8交点のものとなる。反転操作。また、以下の3つは、テー予想と呼ばれ、多項式不変量を使って証明された。テーの予想の解決の際に形として、以下の性質の成立も証明されている。 交点の上下を一回だけ入れ替えることによって、交代遮影図になるような結び目や絡み目の遮影図を外交代遮影図という。また、非交代結び目で、かつ外交代遮影図を持つ結び目絡み目を外交代結び目、外交代絡み目という。上の節で示した八交点の結び目は外交代結び目である。この概念はさらに一般化することができる。つまり、 n 個の交点の上下を入れ替えると交代者エーズになるような者影図を持つが、n-1 個の交点を入れ替えると交代者エーズになるような者影図は持たない結び目のことを外 N 交代結び目という。ありがとうございます。